こんにちは、マースケチャンネルです。今回はですね、先日の誕生日お絵描きの田んぼと、先日を、描きました、ドブ川をつなぐ、小川を描いてみました。普段ですね、この川はですね、普段走る通りからですと雑草が生い茂って、ほとんど、今見えなくなってる状態なんですけれども、普段は行かないそのドブ川の沿いを先日走りましたら、ちょっと小川が綺麗に見えたので描いてみようと思ったわけです。で、先日その田んぼのところからずっと黄色もしくは緑系の絵が続いてますけれども、これはですね、秋に開催されます、水彩画講座で、生徒さんに、樹木とかそういった緑の使ったそのお絵描きを描いてもらおうと思っているので、どれがいいか、このうちの中から一つ選んで描いてみようと思って、今はですねいろいろ描いてこう試しをしているという最中です。でですね、今回のその描いた段階をまた説明させていただきますけれども、まずは空からで、普段は僕はですね、背景美術、アニメーションの背景美術ですと、雲は、こんな描き方しませんで、ホワイトを使いますけれども、講座ということで、色の三原色でやりますから、白は使わないということで、こういった描き方にしています。で、下地はですね、黄色で、塗っています。というのはですね、今ちょうどだいぶね、田んぼのね、稲穂がね、だいぶ黄色くなってきますので、来てますので、黄色でちょうどね、うまく表現することができるというわけです。はい、次。で、ちょっとね、緑の部分、次に、遠くの方の、林の方を、ちょっとオリーブグリーンぐらいの、ちょっと濃いね、深緑で、強調しまして、建物なんかもちょっと色をつけて、田んぼもね、黄色は黄色っていうのはその上の稲の方の部分ですので、下の方の草の部分をちょっと緑で塗ったり、それからその川の小川のね、両サイドのところにはこう雑草が茂っていますので、その雑草を表現するのに、下地で、緑を塗っております。で、川もね、実際にはドブ川とつながっているくらいですから、綺麗なものではないんですけれども、まず光の当たったところというのはほとんど白なので、白を表現するのに、真っ白でもなんですので、ちょっとね、水色っていうか青を薄塗りして、下地塗りをしておきます。で、次はもういきなり仕上げなんですけども、仕上げたのがこんな感じです。この辺にね、こう雑草が出てるとか、あと、両ここにですね、川がね、流れてないようにこう 木でね、こう柵ができてますね。柵ができてて、この両サイドが護岸工事で、コンクリートでね、の板でこう、コンクリートの板で、が張ってあるんですけども、その板を表現するのにはちょっと、三原色で、作るとね、意外と難しいんですけれども、マゼンタと黄色を混ぜて、それにほんのちょっと青を足して汚して、ネズミ色、灰色ぐらいな感じのにちょっと時間が経って、で色がね、焼けてきたような色をうまく表現することができました。はい、ということでですね、今日もですね、またここの川とつながっている、ドブ川ありますよね、先日描いたあれをね、先日またちょっと見に行ってたらですね、奥の方まで行ってね、今度前回描いたところのちょっと奥の方の、川がですね、また良さそうだったので、それをちょっとこれから描いてみようと思ってます。ということで、今回描いたのは、田んぼと、ドブ川をつなぐ小川でした。この動画がね、よかったら、グッドボタンもしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネルでした。
ご視聴ありがとうございました。